はい、皆さんこんにちは、アドブローです。今回はですね、ウィルソンの S ラケで、まあ、結局どうだったのっていうテーマで、お話をしていきたいなと思います。今回もですね、まあ、匿名でこの、まあ、S ラケに関するご質問いただきましたので、まあ、その質問の方ちょっと確認していきたいなと思います。いつも楽しく見ています。30代の男性プレイヤーです。新しくラケットを新調しようと思っています。現在は2016年のアエロを使用しています。トップスピンの回転量を増やしたいと思っているんですが、ウィルソンの S ラケってどう思いますか？18×16 にすることでスナップバックがかかるというのは理屈はわかるんですが、本当に回転がかかりやすいのか正直懐疑的です。ウィルソン自体新しいウルトラで S シリーズを出していないので縮小傾向なのかとも思っています。私自身 S ラケを使ったことがない&周りにもいないので、アドブロさんの意見が知りたいです。回転のかかり具合、打感、ガットの切れやすさなど教えていただけると嬉しいです。なお乗り換えるならバーンの 100S かなと思っていますが、 S ラケ全体の感想評価で構いませんということでした。はい、まずはご質問ありがとうございます。今回もですね、まあいろんなラケット打ってきて、 S ラケもまあ一応かじったことはありますので、はい、まああとはもちろんその周りに使っていた人の、まあ、意見とかも踏まえてちょっとお話をねしていければなというふうに思っております。で、じゃあまあ S ラケですね、まあ簡単に言うと縦のストリングより、横のストリングが少ないパターンのやつですね。はい、で、まあそういえば最近あんま聞かないけど、どんくらいまだ売ってるんだろうなと思いまして、現状そのウィルソンのホームページに掲載されているモデルをちょっと調べてみました。で、まあ一応今乗ってたやつですね。はい、乗ってたやつはこんな感じでした。ブレードの 98S ですね。で、ウルトラの 100S なんですけど、これ V3 なんで1個前のやつですね。これは乗ってましたと。で、あとはバーンの 100S、バーンの 100LS ですね。まあ重量違いで、そしていずれもですね、S パターン、S ラケと呼ばれるようなものではあるんですが、ストリングパターンが 18×16 っていうのは全部、共通しています。と、ざっとこんな感じでした。もしかしたら見落としてるのもあるのかもしれないんですが、まあ、うん、正直そのメインラインとしては、まあ、ブレードぐらいしかないよね、みたいな感じですね。で、過去には、僕が覚えてる限りではもっといっぱいあったなと思いますし、実際打ったことがあるやつで言うと、プロスタッフの 97S、18×17 ですね。ディミトロフ用に作られてたあのやつですね。だったりとか、プロスタッフの 95S ですね。それの、まあ一つ前っていうか、まあディミトロフ別に使ってないんですけど、16×15 というめっちゃ粗いパターンのも、あったりしました。まあ遡ればもっともしかしたらね、いろいろあるかなと思うので、まあ覚えてるこういうのあったよっていう人はぜひコメントしていっていただけると嬉しいなという感じです。まあただまあまあ今はこんぐらいしかもう残ってないよということだけお伝えしたかったというような感じですね。で、まあじゃあ結局 S ラケってどうなのというのを聞かれて、アドブロ的な答えを言わせていただくと、答えというか意見ですね、っていうのを言わせていただきますと、まあ人に積極的に進めるっていうことはないですね。はい、スピンかけたいよって言われた時に、じゃあウィルソンのS ラケ選んだらどうっていうふうに言うことはしないですね。はい、まあコメントというか質問にもあった通り、一時期に比べて選択肢っていうのも、まあ、正直かなり少なくなってますし、まあ主力級のシリーズで言うと、正直もうブレード 98S だけといっても過言ではないのかなというような状況ですし、うんね、これでプロスタッフにもあります、ウルトラにも、現行のウルトラにもあります、みたいな感じだったら、まあまあ各シリーズに S っていうパターンもオプションとしてあるんだなみたいな捉え方ができるんですが、現状だとそうはなってないので、うん、難しいなと思いますし、正直何ですかね、選ぶメリット自体 すごく少なくなってしまったんじゃないかなというふうに感じているっていうのが正直なところですね。まあそこら辺はこの動画の後半の方で、お話ししていきたいなと思っております。メリットがあるのかないのかっていうところですね。はい、で、まあ、結局 S ラケ、まあ、人にはあんまりおすすめしないですということをお話はしているんですが、じゃあ S ラケにするとそのショットであったりとか、その使用感であったりとかっていうのは実際変わるのか変わらないのかっていうところを、もう少しこう深掘りしていくとですね、
まあ、18×16 だと正直そんな変わんないと思いますね、僕は。はい。で、過去にあのブログの方ではインプレをしていたんですが、プロスタッフの 97LS というのもありまして、まあ軽いプロスタッフですね。290g で、でストリングパターンは、まあ、さっきのと同じですね。 18×16、まあ、現状残ってるパターンと同じタイプになってます。でこれをですね、まあ某テニススクールで、ワンレッスン通して使ったことがあります。まあ、ボレーからじゃねえ、ストローク、ボレー、サーブ、ゲーム、まあ、一通りこれでやるというのをやったことがあります。まあ、なんでそんなことになったかというと、出張先であのスクールの体験にあの飛び込んでいったことがあるので、まあ、その時に使わせてもらったみたいな感じなんですけれども、はい。で、実際じゃあその 97LS 使ってみて、まあ、18×16 で、まあ、あ、これ S ラケじゃんって気づいて、じゃあすごいボールが引っかかる感じが出るかなとか、すごいスピンがかかってギュンと落ちるボールになるかなと思って、でまあまあ思ってたというか期待する部分もねちょっとあったんですけれども、実際打ってみるとですね、まあ至って普通だなと思いました。うん、あの正直言われなきゃ分かんないですね。はい、普通に 97L 使ってる時とあんまり変わんないんじゃないかなと思いますね。そこまでその、引っかかって弾道が持ち上がるような感じっていうのもないですし、むしろこう直線的に厚い当たりですね、まあ、フラット気味に打った時のその、ショットのブレない安定感って言ったらいいんですかね、むしろそっちの方がメリットなんじゃないのっていう風に感じたので、わざわざこれでその強いスピンを打とうとする理由が見つからないなという風に感じたなっていうのが、はい、正直な感想でしたね。で、まあ、その 16×19 ともし比較したとして、そのこの 18×16 すごい違いがありましたかと聞かれたらですね、すごく微妙ですね。はい、あの意識して比べたら多分違いは分かるんだと思うんですけど、特に何も考えずに渡されて、じゃあこれプロスタッフの軽いやつだよって言われて渡されたら、もしかしたら気づかないかもしれないですね。見た目的にも別にそんなめっちゃピッチがね荒いとかじゃないですし、うん、だよく言えばその1619からこの1816はスムーズに移行できるのかなとも思うんですけれども、まあ移行する意味があるのかと聞かれると、それもまた、まあ、微妙だなとは正直思いましたね。はい。で、まあ、さっき言ったそのプロスタッフの 95S ですね、 16×15 さすがにこれは味見した時、あ、これえぐいなと思いました。はい、これ1つだけは明らかに違うなっていうのが分かりました。もちろんそれがいいとか悪いとかまた別の話なんですけど、違うのはよく分かったよねっていう感じでしたね。っていうのも、これに関して言うと、通常のプロスタッフの95、まあ、プロスタッフ、61プロスタッフの95っていうと正確なのかな、が 16×19 っていうのが通常のストリングパターンなんですが、縦が同じなんですよね。で、それに対して横が4本も減ってるんですよね。16本になっちゃってるな、これ。これ間違いですね。15本ですね、ここ。15本になっちゃってると。はい。4本少ないっていうのは、まあ、ご自身でストリング貼る方とかもこの動画見ている中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあだいぶ違うじゃないですか。いや、すごいですよね。はい、めっちゃそのストリングがたわんで飛ぶ感じもあるし、ボールも引っかかるし、その打った時の音がもうカシュっていう音になるし、あとストリングは多分倍ぐらい早く切れるんじゃないですかね。あんまり長期間で試してないんで分かんないんですけど、人の話聞いたらめちゃめちゃ切れるって言ってたんで、まあね、さすがに 16×15 はえぐいよなというところなんですが、ただまあね、それに比べると18、16って普通だなって感じなんですよね、正直。うん、で、まあ、質問にもある通り、選択肢としてはもうだいぶ縮小傾向にありますし、うん、っていうのがもう、答えなんじゃないですかねとは思いますね。はい、まあそこら辺もう少し詳しくお話をしていきたいなと思うんですが、じゃあなんでその、S ラケと呼ばれるようなストリングパターンのものが減ってしまったのかっていうと、まあ
スナップバックを出すためにまあ S ラケのパターンというのが編み出されたとは思うんですけれども、結局じゃあそれって重要なのって結局マス目の大きさなんじゃないのっていうところだと思うんですよね。その、ストリングが何本かとか、その縦より横が少ないよねとかっていうことよりも、まずそのどのくらいピッチが広いかとか、そのどのくらいマス目が大きいのかっていうことの方がむしろ重要なんじゃないのとは思います、うん、で、まあ現状売ってるラケットの中でも、まあ、かなり個体差あるじゃないですか、そのマス目の大きさって。例えば 16×19 でも、まあ、TF40 とか CX200 とかになると、まあ、狭めっていう分類になると思いますし、逆に、新しく出たプリコアの98とかっていうのはピッチは、結構広くて、そのマス目一個一個が結構大きくなってると思います。で、通常その 16×20って言われるとかなり詰まってるイメージあると思うんですが、例えばエレベートだとかなりマス目広くて、なんなら一般的な16、19よりも引っかかりが強い、そのマス目大きいんじゃないのみたいな感じですね。いろんなパターンが存在していて、その、縦より横がうんぬんとかじゃないんじゃないかなとは思うんですね。で、まあ S ラケが減ったのもこれが要因なんじゃないかなと思います。で、先ほどから言ってるその縦が何本横が何本で、縦より横が少ないっていうのを S ラケっていうふうにまあ定義されてるわけですけれども、まあその関係性がなくてもですね、その縦より横が少ないっていう形にしなくても、まあ別にそのピッチが広ければ、マス目が大きければS ラケと、まあ、近しいような恩恵を実際受けられるんじゃないのみたいなところはあるんじゃないかなと思います。まあもちろん S ラケじゃないと、その出ない部分もきっとあるんだとは思いますけど、まあ、だから開発されたんだとは思うんですけどね、まあ別になくてもいいよねみたいな感じになってきちゃってるんじゃないかなと思います。はい。で、あと、まあ、これちょっとマニアックな話かもしれないんですけど、その S ラケが流行ってた時代の、そのモデルとかに関して言っても、わりかしそのグロメットの構造、形状とかって、まあ、割と普通だったじゃないですか。うん、普通に、ただ穴開いてるだけの割と薄いやつみたいな。で、別に穴もすごい大きいとかじゃないし、みたいなね、感じだったと思うんですよね。で、ここ最近のそのラケットのグロメットってすごい複雑になってきてるじゃないですか。例えば、ピュアドライブにしたって、その中が丸じゃなくて多角形になってたりとか、まあもちろんウッファーもそうですし、あとはなんだろうな、SX だったりとか、そのエクストリームで言えばすごい大きい、グロメットホールになってたりとかですね。で、あとはまあヨネックスのライナーテックであったりとかも、かなりその複雑な形状だったりとか素材とか、そのライナーテックを含めたようなその構造的な革新であったりとかっていうのはすごい進んだのが、まあそのクロネット周辺だと思うんですよね。なので、まあそのストリングパターンで頑張らなくてもね、新たな効果を得られてるんじゃないかなと思うんです。はい。で、S ラケがまあある種のドーピング的な存在だったんじゃないかなとは思うんですよね。だからまあ存在意義も全然あったとは思うんですよ。で、まずその先ほどから言ってる通り、ラケットから見た時にはですね、まあその割と S ラケって薄いラケットにも採用されてるじゃないですか。薄いプロスタッフ、ブレードもそうなんですけど、まあ そういうのと組み合わせた時にストリングのターミも出るし、スナップバックも引き出せるし、っていう感じで、まあ現状厚ラケのスピン系ってよくあるとは思うんですけど、薄ラケでもスピンを意識させるような性能、そのまあなんだろうな、性能の最高値っていうのをこう引き上げようとしたんじゃないかなっていうのはすごい感じましたね。はい。まあ、それが安定してずっと打てるかっていうと、まあちょっと何とも言えないですけど、打とうと思えばめっちゃヘビースピンも、あのプロスタッフでもブレードでも打てますよみたいな、高弾道も打てますよみたいなね、そういう感じなのかなっていう気がしますね。はい。で、あとはそのプレイヤー的な目線に立って言うとですね、特にその初中級で、スイングスピードがまあそれほど速くないような人にとっては、
まあ今までのその筋力スイングスピードのままでも高い弾道とかその回転量の増加っていうのをまあ体感しやすいモデルだったっていうのはあると思います。うん、でただなんて言うんでしょうね、その回転量が増えた、弾道が高くなったっていうのはすごく感じやすかったとは思うんですが、その分なんだろうな、ボールのスピードであったりとかその弾道の偏差って言ったらいいんですかね、ばらつきみたいなのはちょっと大きくなった人も結構いたんじゃないかなと思います。スピンはかかったけどプレーが安定したかどうかっていうのはまた別だよねみたいな風に感じてた人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからまあ結構その今までの体力スイングのままでどうにかスピン系っぽいものを打つためにはSラケを使えばみたいな、そういう、まあ、ドーピング的な存在としての価値っていうのは全然あったんじゃないかなとは思います。はい、でまあ正直 S ラケあんまりその一定のレベル以上になるとあんまり選ぶ人もともといなかったよなっていうのも感じていて、やっぱりそのなんていうんですかね、本数を減らすスタイルのストリングパターンですので、強い、特に強いスイングができる人にとってはむしろそのロスに感じてしまう部分も多かったし、まあやっぱりその制御のしやすさとか、ストリングの耐久性とかっていうところにもまあ問題が出てきてしまった部分もあると思うので、まあやっぱりその比較的その運動強度が低めのところで、ちょっとドーピング的にすごくこう働いてくれてたスペックなんじゃないかなとは思いますね。はい、そんな感じでございます。はい、なのであの別に S ラ系ですね、まあ、横のストリング減らすとかしなくても、まあ、ピッチが広ければほぼ同等なんじゃないかな。だからまあ別に16、19でやっても問題ないよね。じゃあS ラケって歌わなくてもいいよねっていう流れなんじゃないかなと私は思っておりますという感じですね。ということで今回の動画のまとめいきたいと思います。今回はウィルソンの S ラケについて深掘りをさせていただきました。でまあだいぶ年月が経ちましたが、一応現状 18×16 のものがいくつかまだ販売はされていますという状況ですね。ただまあこのストリングパターン S ラケをですね強く人に勧めるっていうことは、まあ、積極的に進めるっていうことはないかなと思ってます。でやっぱりその S ラケかどうかっていうことよりも結局はマス目の大きさだったりとかそのストリングのピッチの広さの問題の方が大きいと思うので、縦よりその横より縦が多いとかっていうそこの必然性っていうのはあんまりないんじゃないかなっていうふうに思います。まあウィルソンしかできない、未だにパテントが継続してるのかどうかちょっと知らないんですけど、多分パテント解禁されてもあんまりやるメーカー出てこないんじゃないかなみたいな予想もしてますね。はい、でまあそうですね、一応最後に触れておくとバーン 100S ですね。まあまあ、正直現物見たことないんですけど、これに触れている動画とかを見るとですね、まあ、すごいスピン性能という点に関して言ったら高いんじゃないかなとは思います。はい、しまあ高いよねって言われているのは見ましたという感じですね。ただまあ現状いろいろあるスピンコンセプトラケットで言うなら現行の SX300 でも全然問題ないんじゃないかなとは思いましたね。はい、そんな感じですね。はい、なのでまあただですね、まあ、正直この S ラケと呼ばれるカテゴリーに関してはいつなくなってもおかしくはないかなと思ってます。はい、どんどん減ってきてるんで、はい、次のモデルチェンジで全部なくなっていくっていう可能性は大いにあると思いますので、まあ、気になってるなら、まあ、今のうちに新品が買えるうちに一度トライしておくっていうのもまあ面白いんじゃないかなと思います。特にバーンの 100S は多分定価もそこまで高くないはずなので、まあトライしやすい方なのかなとは思いますね。まあ、最近ラケットほんと高いんで3万円切るのが少なくなってきちゃったぐらいなので、その中でバーンはね結構安いのでトライしてみるっていうのはありなのかなとも思います。はい、そんな感じです。まあ僕もストリングパターンとか、まあそのマス目の大きさとか、そういう細いところは昔から結構好きなテーマなので、はい、今回まあちょっといろんな寄り道をしながらですがお話をさせていただきました。少しでも参考になればなというふうに
願っております。はい、もし他にも気になることがあればぜひコメントしていっていただけたらなと思います。ちょっと最近動画の投稿がですね、途切れ途切れになってしまっているんですが、また、継続して発信できるようにちょっと、体制を整え直していこうかなと今感じているところです。またよろしくお願いします。今回の動画以上です。それでは。